富田真紀子は日本の女子ラグビーフットボール選手。1991年8月2日、岡山県出身で千葉県育ち。あと学園中学校、高等学校、早稲田大学国際教養学部卒業。中学校まではバスケットボールをやっていたが、成長痛の治療で通院していた医療施設の関係者から、これからはラグビーの時代という話を聞かされて、 ラグビーのクラブチーム、世田谷区ラグビースクールレディスの練習を見学したことが、きっかけでラグビーを中学校3年より始める。父は関西学院大学で首相を務めたことのある、元ラグビー選手であったため、娘がラグビーを始めたことを喜んで、練習相手を買って出たこともあったという。アト学園高等学校一年時の時には、日本では拮抗したチームが少なくて、 練習環境が厳しいと、自らオーストラリアへのラグビー留学も観光し、地元のクラブチームへ入ってプレーして屈強な合衆女子選手相手にタックルを駆け回るなどした結果、日本へ帰国する頃には留学前に必死で体格も大きくなっていたという。高校時代から15人制及び7人制の ラグビー女子日本代表に招集されており、15人制では2010年5月22日に開催された女子国際新善試合の日本対本港戦に後半21分から途中出場したのが初キャップである。なお、富田は15人制代表ではフルバック、7人制代表ではプロップと畑の違うポジションをこなしている。ラグビーワールドカップセブンズでは2009年、 2013年の2回出場を果たしている。2014年、早稲田大学を卒業と同時に富士テレビジョンへ入社。入社後は人事局人事部に配属される。同年は7人制代表のメンバーとして2014年アジア競技大会に出場。大会では決勝で中華人民共和国に惜敗して銀メダルとなった。2015年は7人制代表での活動が多く、 特に2016年リオデジャネイロオリンピック出場をかけたアジア予選では、香港ラウンド及び日本ラウンドの2大会で主力として出場、オリンピック出場権獲得に寄与した。2017年、女子ラグビーワールドカップ2017の15人制女子日本代表に選ばれた。2021年、ロンスラグビー、フェミナンベアーンピレネーに加入。ありがとうございます。